どうもー、みつでございまーす。今回はね、激安焼き芋の、驚きの値段、これを発表していきたいと思います。他にもね、社会問題とか、検証に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、再生リスト上のね、この動画も一回チェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、僕が実際に体験したことを中心に話しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、焼き芋の、驚きの値段をね、発表していくんですけども、これね、めちゃくちゃびっくりしますよ。これまあスーパーで売ってるね、焼き芋なんですけども、ちょっとね、まず紹介していきますよ。これね、これ。32円ですね、これ。1個目ね、32円。合計出していきますからね。これもね、見えちゃうかな。32円。これね、すごいでしょ。32円が2つ。32円が、3つですね。まあ、32円が3つだから、まあ、96円ですか、今で。でね、もう一つがですね、これ、54円。これね、ちょっと中が見えないので、出していくとね、これで54円ですよ、これ。これね、54円。立てときましょうか。大丈夫、立つかな。ちょっと不安、すげえ斜めになったんですけど。あとね、もう一個。これも54円ってことですね。石川県、金沢市産ですね。さっきのは、鹿児島県産のね、ものですね。さっきのがね、二つが、鹿児島県産で、一つがね、これと同じ、金沢のやつですね。まあ、これが、まあ、これ二つにちょっとね、倒れちゃってますけど、これね、見えるかな。これ二つにね、まあ、さっきのね、ちょっと見ちゃったんですけど、これとかね、これとか、あと、もう一個ね、上から行こうかな。これね、こんな感じ。ってことなんで、これをね、合計すると、いくらかっていうとね、これを合計すると、ここなら大丈夫かな、見せて。これ。204円なんですよ。だからまあ、丸々ね、こう長い一本じゃないですけど、スーパーに売ってるね、焼き芋5個買っても、なんと、204円でしたっていうね、話なんですけども、これ僕ね、実は、ここにね、まあ、シャツとかをちょっと買いに行ったんですよ。シャツとか靴下とかね。で、セルフレジで、シャツとか靴下とか買ってね。で、帰ろうかなと思って出口の方に歩いてたら、焼き芋コーナーをちょっとパッと目についてね。それで、まあ、これ安いじゃんってなってね。残ってる商品、全部買ったんですよ。まあ、全部買っても、204円ね。なんですけどね。まあ、だからですね、皆さんも、買い物に行った時はね、スーパーに、注意深く、見ていただいて、これは安いなっていう時はね、もうパパパパッと全部ね、買い物カゴに入れちゃうと、そういうこう機敏さがあった方がいいのかなと、そういうお話でございました。もうね、12時がちょうどなりましたね。今12時ね、ちょっとまだもう一つやることがあるので、それをこなして、早めに寝たいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。おやすみなさーい。焼き芋、一口食べようかな。バイバーイ。夜遅い食事には気をつけましょう。バイバーイ。おやすみなさーい。